こんにちは、こじこじです。今回はこちら、秋葉原トレーダー恒例プレイステーション2ジャンク袋、ソフトが30本入って税込み1000円ということでね、今回も購入してきました。僕の動画でね、何回かこちらのねジャンク袋紹介しているんですけども、正確な数数えてなくて、今回で多分ね4回目か5回目だと思います。で、このジャンク袋も毎回売っているわけじゃなくて、本当にたまに売っていて、僕もね秋葉原行くとこのねジャンク袋目当てでトレーダーにね毎回楽しみに探しに行ってる感じです。それでは早速開封していきます。秋葉原ってね、特に年末年始だけじゃなくて、こういった感じでね、ジャンクのまとめ売りというね形で福袋売っているのでね、結構そういうのがね楽しかったりしますよね。ということでね、やっと開封できました。結構ね厳重にね梱包されていてね、なかなか開けられない感じです。それではいつも通りね、中身まだ僕向いてないんですけども、皆さんと一緒にね中身見ていきたいと思います。まず最初の1本目はこちら。お、なんだこれ、ファイナルファンタジー12かな、ちょっとこちら側からだと見えないんですけども、ファイナルファンタジー10-2ということでね、はい、12ですね。中身なんですけども、おお、しっかり入っています。で、こちらなんか、はい、20周年アニバーサリー DVD が入ってるみたいで、ちゃんと言ったかな、20周年アニバーサリー DVD が入ってるモデルみたいです。あ、なんかこれ、初めてかもしれない。今まで、ハードオフとか、こういったね、ジャンク袋何回か買ってるんですけども、初めて見た感じですね。これちょっと嬉しい。持ってなかったですね。続いて、こちら。ゲータウェイということでね。どこが作ってんのかな？カプコンの作ってる、なんだろう、洋ゲーっぽいんですけども、日本のね、こう GTA 的なゲームですね。あ、これも持ってない。やーべえ、なんか今回当たりきたかも。これ当たりきたかも。なんか上に何本か積んであるので、あと2本ぐらいかな。とりあえずまずこちら。おお、太鼓の達人時新曲だらけの春祭りということでね、あ、時期ぴったりですね。ちょうど春ということでね、春祭り入れてきてくれたのかなって感じですね。いいですね。曲としてはミニモニじゃんけんぴょんとか、とその他にはイエイめっちゃホリデーとか入ってるのでね、まあまあ時代がね分かる感じの選曲となっています。これはこれでね、いいんじゃないでしょうか。続いてこちら、エバーブルー、黒にこうエバーブルーというね水色の文字で書かれていると、斬新なパッケージですね。内容としましては、深海に潜って海底遺跡をね探索する的なね内容みたいです。こちらもカプコンのソフトですね。4本出してカプコンのソフト2本ってね、カプコン推しですね。続いてこちら、おっと逆ですね、陰陽対戦記白虎演武ということでね、遊戯王的なパッケージ、なんかちょっと一瞬遊戯王かなと思っちゃうようなパッケージですね。ただ会社がコナミじゃないので全く関係ない、キャラクターデザインが似てるだけかな。パッケージの裏側はこんな感じで、多分 RPG ですね。プレイステーション2専用のアイトイカメラでもね遊べるということでね、あ、こんなところであのカメラ使えるんだ。白虎がちょっとね獣受けしそうな感じのねキャラクターデザインですね。続いて5本目のソフトはこちら、何花4かな、多分ネオロマンス系のゲームだと思われます。ちょっとパッケージ見ます。あ、やっぱりこの花なんですね。闇を払う祈り4ということでね、なんかちょっとね、2000年代前半的なね、ちょっとキャラクターデザインが崩壊しちゃった感じのね画風ですね。ひどいな、目とかひどいですよね。まあ、その当時はこれがね普通だと思ってたんですけども、修学旅行最終日、列車内で悲鳴が走る。そして事件は起こった。数日前に訪れた神社での記憶が主人公たちの頭をよぎる。次々と起こる連続殺人事件は本当に呪いの仕業なのかということでね。なんかちょっと陰陽師系を合わせて入れてきた感じですかね。こちらもなんか、
陰陽師とかに関係ありそうですね。陰陽師に伝わる御神体の呪いって書いてあるので、はい、陰陽師つながりですね。陰陽師つながり出てきたか、ちょっと面白いですね。今回面白いつながりが見えてくるのがちょっと楽しいですね。続いてはこちら、おアーマードコア2アナザーエイジということでね、言わずと知れたアーマードコアの2作品目かな。うん、あーパッケージの裏もねアーマードコアらしくてね楽しそうですね。これは持ってないのでね個人的に嬉しいですね。これコレクション要素ですね。続いてこちらときめきメモリアル3ということで、約束のあの場所でということでね、ときめきメモリアル3ですか。3、あのときメモはね僕一作品もやったことがなくて、まあ世代じゃないっちゃ世代じゃないですね。こち亀でホンダがねときメモ好きってね設定、ホンダだっけ、ときメモ好きってね設定があって、それでときメモ知ってるぐらいで、まあ伝説の木とかはねわかるんですけども、なんとなくわかるんですけども、やったことないですね。うん、でなんとね3まで出てるということでね、この作品いつの作品だ、2001年のね作品みたいですね。ときメモというとガールズサイドとかねあるのは知ってるんですけども、まさかまさか3まで出てるとは思いませんでした。続いてこちら、幻想水湖伝3ということでね、こちらも言わずと知れたね有名な作品ですね。幻想水湖伝プレイステーション版がねかなり人気だったみたいで、こちらも3まで出てるのか、というかコナミのソフト連続でね2本目ですね。あーこれも持ってないのでかなりのね当たりですね。今回持ってない作品多くて結構ね個人的に嬉しい。続いてこちら、スーパーロボット対戦MX ということでね、もう言わずと知れたスーパーロボット対戦の MX なんですけども、MX を知ってるか知らないと思うんですけども、はい、スーパーロボット対戦シリーズなんですけども、誰が出るのかな?なでしことか、エヴァンゲリオンはね、出る感じですね。パッケージの裏でわかりますね。なんか、キャシャーンかな?ガッチャマンみたいなのもいますね。タツノコ系も出てくるのかな?あまりねロボット対戦シリーズはやったことないですね。 SD ガンダムとかは好きなんですけども、シミュレーションゲーム自体がね結構苦手なので、スパロボ系はねあまりやったことがありません。続いてこちら、実況パワフルプロ野球8決定版ということでね、はい、パワプロもね息長いですよね。今何まで出てんだろう、もう分かんないぐらいねナンバリング出てると思うんですけども、こちらはね2001年度ペナント終了時の完全データ搭載ということでね、2001年、今から18年前、そう考えるとね相当古いゲームなんですけども、うん、2000年って言われてもそんな古い感じがしないのに、18年前って言われるとすげえ古い感じがするというね、はい、この微妙な感覚ですね。続いて10本目、こちら、楽勝パチスロ宣言ということでね、パチスロ系前々回かな PS2 福袋に入ってましたね。内容としましてはこんな感じですね。はい、僕ちょっとパチスロ詳しくないんですけども、はい、こちらなんかね見たことありますね。ブラックジャックというね、あのはいやつが入ってるみたいですね。これなんかアニメ化されてましたよね、このキャラクターで。おいしょっと、あ、これですね。これアニメ化されてましたね。はい。必勝パチスロ宣言6ということでね。はい。今回はこのリオですね。リオ1本で絞っていく感じみたいですね。内容としましては、オールこの内容みたいですね。あー、これは珍しいって言っちゃ珍しいんじゃないですかね。ハードオフ巡りしてても見たことない感じですね。見たことない。これピンポイントでこのソフトあるっていうのがちょっとね、すごい。それでは続いてパチスロかな、これなんかねなんか合わせできてる感じがするので、パチスロの可能性高いですね。こちら、モンスターファーム5サーカスキャラバンということでね、モンスターファームってもともとなんかね CD を読み込んで CD からねキャラ作るみたいな感じだったんですけども、5はどんな感じなのかな。あ、やっぱり CD-DVD から誕生するモンスターと冒険の旅へということでね、そのねコンセプト自体は変わってないみたいで、それの進化版なんですね。っていうか5まで出てたんですね。全然知らなかった。
トロもなんかね一緒に頑張ってくれるみたいですね。どこでも一緒のトロもね頑張ってくれるということで、続いてこちら、お、なんかオリンピック的なゲーム出た、アテネ2004ということでね、東京オリンピック2020に合わせてね入れてきてくれたんじゃないかと思います。東京オリンピック近いということでね、はい、アテネオリンピックを振り返ってみてもいいんじゃないでしょうか。ハイパーオリンピック的なねゲームですね。セガの作ってたデカストリートだったかな、オリンピックゲームがあるんですけども、あれみたいにちょっとバカゲーじゃなくて真面目にオリンピックする感じのゲームですね。個人的にはデカストリートだっけ、そっちのねセガのゲームの方が好きだったりします。続いてこちら、起きた、ドラゴンボール、ドラゴンボール個人的に好きです。ドラゴンボール Z インフィニットワールド、ドラゴンボールはね結構ねプレイステーション2以降ソフトがね乱立してて、面白いゲームと面白くないゲームがねあるみたいなので、このインフィニットワールドが面白いのかはちょっと謎ですね。ちょっとね説明書見たいと思います。キャラクターがねどれぐらい出るのかとか、あの GT 編が含まれるのか含まれないのかとかね結構ね重要だったりしますね。一応 GT まではできるみたいなんですけども、全42キャラ104フォームのバトルデータ収録ってね、なんか攻略本のあの広告載ってるんですけど、そこでなんか42キャラクターしかいないみたいですね。全136ミッション、まあちょっとねあのプレイアブルキャラクターは少ないんですけども、まあドラゴンボール好きな人はねかなり楽しめるんじゃないかと思います。ちょっと微妙かな、でもキャラクター数ね60とか欲しいですね。続いてこちら、ジャンプ系できましたね、ナルト、ナルティメットヒーロー2ですね。はい、僕はあまりねナルトがね好きじゃなくて、どっちかっていうとねブリーチが好きでした。あ、そういえばブリーチというとね、あの久保太斗先生が桜大戦のね新作のねキャラクターデザインされてるということでね、個人的にちょっとびっくりしました。なんだとみたいなね、そんな感じですね。はい、ナルティメットヒーローはこのね 3D のポリゴンがトゥーンレンダリングでね独特のね感じが味わえるっていうのがねその当時売りだったと思うんですけども、あの僕はね中二病全開だったのでブリーチ派でした。続いてこちら、またナルト、ナルティメットヒーロー1ですね。はい、1、2入れてきてくれちゃいました。両方持ってなかったので、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんですけども、どっちかというとね、あの1はいらなくて2だけ残すかなといった感じです。続いてこちら、またナルト、ナルティメットヒーロー3ということでね、はい、3作品目ですね。なんかねオリジナル DVD がついてるということでね、気になる。あ、ついてる、ソフトじゃなくてオリジナル DVD ついてますね。でこのオリジナル DVD が常人対下人による木の葉無差別雷乱闘戦ということでね、ここだけでしか見られない物語、完全新作アニメでついに再現ということでね、あ、やばい、こういうねあの煽り個人的に結構好きだったりします。ここだけしか見れないっていうのでね結構いいですよね。続いてこちら、プロジェクトアームズということでね、アームズですね。僕ねアームズねすっごい好きでした。アームズというとキースシリーズですね、キースブラックとかキースバイオレットとかねいるんですけども、あのドーマウスもう終盤ですね、めっちゃ終盤ですね。まあそれよりも話したいことというとね、あのインフレがねすごい起こって、あの強かった部隊よりもさらに強いやつが出てくるぞみたいな文句で、どんどん強いやつ出てくるのに、最終的に父ちゃんと母ちゃんがめちゃくちゃ強いっていうね話でね、なんじゃこりゃっていうね、当時アニメ見ててびっくりした覚えがあります。やばい、アームズいいですね。あ、懐かしい、エグリゴリですね、エグリゴリ懐かしい、超懐かしい、分かる人しかね、あのエグリゴリって聞いてはぁみたいな感じなんですけども、はい、エグリゴリですね。続いてこちら、デビルメイクライ、これは結構ジャンク福袋の常連ですね。もうすでに1本2本は持っている感じです。まあ言わずと知れたデビルメイクライのね、最初の作品ですね。パッケージの裏こんな感じとなっています。それでは次、
次もじゃあやっぱカプコン系なのかな。今回カプコン系多いですね。おいちょっと第2次スーパーロボット対戦アルファですね。スーパーロボット対戦と第2次スーパーロボット対戦何が違うのかね、僕にはさっぱりなんですけども、天に地に新たな戦乱の予兆が走るということでね。あまりスーパーロボット対戦と第2次スーパーロボット対戦の違いが分かりません。はい、好きな方は申し訳ありません。続いて結構出したな。続いてこちらラブマージャン2ということで、シンプル2000シリーズ、このような感じのソフトとなっています。ちょっとね問題がありそうだったら後でモザイクかけちゃうので全くね内容が伝わらないかもしれません。ただ肌色部分が多い。続いて20本目、こちら炎の宅急便ということで、炎の宅急便、はい、ちょっと見ます。あれですね、あの青い炎の誰だっけ、はい、島本先生のね、はい、キャラクターデザインですね。はい、青い炎ドラマ版見てたんですけども、あれは面白かったですね。はい、炎の宅急便ということでね、宅配業界に巻き起こる悪と善との春マゲドン。いや、さっぱり意味が分かんないわ。宅配業界でなぜ善と悪の春マゲドンが起きる。熱き魂を乗せてお客様に荷物を運べということでね、パッケージの裏こんな感じですね。一瞬セイントセイヤかなと思ったんですけども、確かね青い炎でも島本先生ね、セイントセイヤに憧れてる的なね話があったので、まあ画風的に似てるんでしょうね。うん、個人的に原作は読んだことがありません。原作ファンの方は申し訳ありません。何回謝ってんのかな。次はこちら、俺が監督だボリューム2激闘ペナントレースということで、はい、野球系のソフトですね。こんな感じで、やっぱりねプレイステーション2ぐらいになると CG がね非常に綺麗ですね。っていうかエニックスが出してんのか。エニックスの野球ゲーム、あ、まだこの当時スクエアとエニックスが別だった時代ですね。エニックスが野球ゲーム、相当迷走してますね。2002年のソフトみたいです。続いてこちら、実戦パチスロ必勝法北斗の拳乱世覇王伝天武の章ということでね、はい、長い、読みづらい、そして漢字ばっかり、こんな感じのソフトとなっています。パチスロスロット機のね北斗の拳の、はい、ソフトみたいですね。次のソフトはこちら、エンターザマトリックスということで、マトリックスのねゲーム版ですね。マトリックスは個人的に好きで、 DVD ね3作品、あ、 DVD 3作品とアニマトリックスですね、4作品ねちゃんと家にねキープしてあるんですけども、ゲーム版持ってたかな持ってないかな。君はザイオンを救うことができるかということでね、あの主人公のねネオの声がね、ゲーム版は知らないんですけども、あの劇場版はね小山力也さんがやっててね、個人的にね、あの小山力也さんというとなんかねガハハ声を出してるイメージが強いと思うんですけども、あの繊細なね感じのね、そうですね、あのフェイトのねエミア切り継ぐ的な繊細な感じの声出してるのも個人的にね小山さんっぽくていいと思います。はい、やばい、これちょっと嬉しいですね嬉しいのでトーク長めですね続いてこちらアーマードコア2ということでね、さっきもアーマードコア入ってたと思うんですけども、アーマードコア2、さっきのと何が違うんだろう、ちょっと違いが僕には全くわからないんですけども、アーマードコア2です。こちらもねもう言わずと知れたソフトなので特に説明は端折ります。まだいっぱいあるかなと思ったら、あと2本しかない。どおりでね結構話したなって感じがすると思いました。はい、あと2本です。ちょっとね途中から間違ってて申し訳ないんですけど、残り2本、こちら六つ星キラリ星降る都ということで、美少女ゲームかな、後ろ側はこのような感じとなっています。あー珍しい、結構ねトレーダーのジャンク袋を買うとネオロマンス系とか美少女系のゲームがねバンバン入ってる感じなので、今回なんかちょっと少なめかなといった、少なめというか全然入ってないですね。
星降る都の学園で悪の強い天文部員たちに振り回されたり、ドキドキしたり、合宿したり、大騒ぎしたり、全力でツッコミを入れたり、そんなハードな学園生活してみませんか、ということでね。ちょっとこういうゲームはね、声優さんが気になったりします。あ、オリジナルサントラが入ってますね。ゲーム以外にサントラが入ってるというね、このサービス精神いいですね。サントラはね、ゲームやった後だとね、結構聴きたくなったりします。あー、しかもね、オープニングエンディング挿入テーマまであるというね、結構なこだわりようですね。声優さんをちょっと見たいんですけども、2000年以降のゲームでキャストが書かれてないゲームってあるんですね。ちょっとびっくりしました。キャストが知りたかったのにキャストが書いてない。それでは、はい、残念ながら僕の勘違いで30本目最後のソフトはこちら、海ショーということでね、パッケージの裏側こんな感じとなっています。声優さんが新谷陽子さん、コオロギさとみさん、清水愛さん、その他ちょっと残念ながら僕の存じ上げない感じとなっています。ツッコミを入れろリアクションセレクトということでね、はい、またこっちでもなんかツッコミ入れなきゃいけないみたいですね。さっきのソフトもね、ツッコミを入れたりとか書いてあったんですけども、この当時ツッコミ入れるの流行ったのかな。確かにね、爆笑オンエアバトルとか流行ってた時期なのかな。はい、ツッコミとかね、重要ですよね。ということでこんな感じでね、秋葉原トレーダーズ恒例のプレイステーション2ジャンク袋を開封してきました。途中からね、本数間違えてね、カウントしてたのでね、まだ出るかとか思ってたんですけども、多分見てる方はね、本数間違ってるよと思ってたと思います。ということでね、こんな感じのゲームが出ました。個人的にこれが一番良かったとかっていうソフトはないんですけども、外れがなくてね、まんべんなくね、いいソフトが入っていたので、かなりね、満足しています。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらにね、過去のトレーダーのプレイステーション2福袋のね、動画があるので、まだね、見たことないという方がいましたら、ぜひ見ていただけると幸いです。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。